こんにちは、未来クリニックの石田です。今日はですね、お腹を引き締めるために必要なことっていうのを、ちょっとアドバイスしたいと思います。まずですね、お腹を引き締めるためによく運動しましょうって言うんですが、腹筋をしっかりやり込んだからといってお腹が引き締まるかといえば、実はそうではないですね。腹筋を頑張ってしっかりやり込んだとしても、筋肉はもちろんこうグッと大きくなっていくんですけど、お腹周りがキュッと締まるっていうのはちょっと別のお話になってきます。で、お腹を引き締めるためにはですね、まずお腹周りについてる無駄な脂肪を燃やす必要があります。で、この脂肪を燃やすために必要なことっていうのが、やっぱり食事と運動ですね。で、運動なんですが、先ほどもお伝えしたように腹筋頑張ったとしてもそんなに効果出ないです。1日100回とか200回頑張ったぐらいではそんな効果出ないんですね。で、じゃあどんな運動すればいいかというと、やはり全身運動ですね。全身運動といえば、もう一番はスクワット、わかりやすいのはスクワットだと思います。スクワットをしっかりやり込むと全身の血流も良くなりますし、全身の筋肉を使ってエネルギーの代謝を促すので、で、必然的にお腹も引き締まっていくというふうなことになりますので、お腹を引き締めたいっていう方はですね、ぜひ腹筋ではなくてスクワットを頑張ってみてください。で、お腹周りの脂肪がなんで燃えにくいのかっていうと、年齢とか実はそんなに関係ないですね。一番の問題はお腹周りって実は血管の量が少なくて血流が悪いっていうところに問題があります。脂肪を分解していくのにはアドレナリンっていうホルモンが必要になるんですが、運動でアドレナリンが分泌されたとしても血流が悪いので、お腹周りアドレナリンをキャッチできないんですね。で、キャッチできないと脂肪を燃やしましょう、分解しましょうっていう働きも弱くなってしまうので、血流を良くすることが必要です。血流を良くするために運動しましょうということなんですが、ただ単に運動を頑張るよりも全身運動、有酸素運動よりはやっぱり HIIT、HIIT とかですね、そういった全身運動をやって、しっかりと血流を良くする、いい状態を保つっていうのが一番です。で、それに関してなんですが、最近の研究ではですね、運動すると筋肉からイリシンっていうホルモンがまた分泌されるって言われるんですけど、そのイリシンっていう物質が何してるかっていうとですね、普通の白い脂肪細胞ですね、これを代謝を良くするための褐色脂肪細胞に変換してくれるっていうことが分かってきてます。つまりしっかり運動をやってイリシンを分泌させて、普通の白い脂肪細胞をですね、茶色の褐色脂肪細胞に変えていって代謝を上げる、そうするとお腹の周りも燃えやすくなるっていうことなんですが、このイリシンを分泌するために、ハードな運動もちろん必要なんですが、加圧トレーニングですよ。加圧トレーニング、なんとベルトを巻くだけでイリシンの分泌が促されるっていうんですね。なのでやっぱりお腹を引き締めていきたい。よくですね、加圧って腕なら腕の付け根、足なら足の付け根にベルトを巻くので体幹部はあまり効かないっていうふうに言われることがあるんですが、トレーニングメニューちゃんと組んでたら加圧だけでもお腹引き締まります。私腹筋ちょっと苦手というか、そんなに好きではないので、正直あんまり腹筋のトレーニングしないんですね。でもウエスト周り、普通の方よりはかなり細い状態をキープしているんですが、それは一つはやっぱり食事を気をつけてるっていうのと、あとは加圧トレーニングで血流がいい状態を常にキープしてるから、ずっとお腹に脂肪がつきにくい状態っていうふうに私は考えてます。なのでお腹周りをしっかりと細くしていきたい、引き締めたい、でもきつい運動はそんなにやりたくないなっていう方にこそ、やっぱり加圧サイクル 2.0、 これもうご家庭でできますからね。今まではもう専門のトレーナーの元に行ってパーソナル料金払って月会費も払ってで受けてたトレーニングが、なんと自宅で自分で、しかも安全に安心でお手軽にできるっていうのは、もう本当に画期的なマシンだと思います。加圧サイクル 2.0 を、詳しく知りたいなという方は、下記のリンクを見ていただければ、概要欄にリンク貼ってますからね、そちらを見ていただければなと思います。
で、お腹周りの脂肪をしっかりと削ぎ落としていくために必要なこと、あとはもう一つは食事なんですが、食事に関してはですね、加圧サイクル 2.0 の購入者専用の動画とさせていただこうと思いますので、そっちもちょっと見てみたいなっていう方はですね、ぜひ加圧サイクル 2.0 をゲットしていただいて、で、この動画の続きもぜひ見てみてください。